身長ビヨン石垣赤星正規が専門医身長先生ごたなるです。今日も全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日スペシャルゲストということで増田先生よろしくお願いします。お願いします。美人であることはすぐ皆さんお分かりいただけると思うんですけど、その他の部分についてぜひご紹介いただければと思います。はい、まず自己紹介の方お願いします。ありがとうございます。赤坂見附 E-TOP クリニック院長の増田絵里香です。現在は目元の手術を中心に行っております。前下切開、眼瞼下垂、全額リフトなどいろいろですねやっておりますので、目元のお悩みがある方はぜひご相談ください。せっかくはちょっとだけね先生の施術についてね、質問していきたいかなと思うんですけど、ありがとうございます。先生はですね、昔からね前下切開をねすごく有名で、まあ、日本で前下切開を広めたのは増田先生なんじゃないかっていうことなんですけど、どうですかそこは。ありがとうございます。私がですね2018年頃から美容に入って、その頃は大手美容外科でも、まあ、一番やってる先生で年間50件程度だったんですけど、私がですねその2年後の2020年になんと525件、はい、10倍です、ね、すごいです。やるくらい流行らせてしまいました、私のチャンネル身長のチャンネルなので、なんか知らない人もいて、前下切開どういう手術なんですか。目尻のたるみ、年取ってくるとこう横から見ると目がこうたるんできて三角っぽくなってくる、よく三角目なんか言い方するんですけど、あと二重がですね昔もっと広かったのになんか狭くなってきた、あとそういう方がですねここに埋没法をするという方法が今まで主流だったんですけど、それだとやっぱり二重がね不自然になっちゃうんですよ。たるみをたくし上げる二重なので、こう食い込み感がある、あなんかやったなあの人みたいになっちゃうような二重だったりするんですけど、前下切開は眉毛の下のライン、ここに沿って皮膚をですね葉っぱ型に切り取ることで、昔の二重がねしっかり出てくる。でとっても自然な変化なので、バレないんですよ。これが大きな特徴です。手術時間は何分ぐらいの手術なんですか、はい、それは。1時間ぐらいですね。お予算大体どれくらい見ておけば、人によって少し前後するのと思うんですけど、はいはい、大体45万円ぐらい。45万円はい、税込みで。じゃあそうすると、じゃあ目がなんか最近たるんできたなとか、そういった人は増田先生にご相談いただくといいんでしょうかね、ぜひ自然にバレずに若返らせます。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと、ね、身長の方お話をしていきたいんですけど、はい、先生身長治療ってご存知ですか、いや私も田辺先生がやりだして初めて知りました。実はですね身長にすごいコンプレックスがあったであろう人と実は付き合ったことがあって、と言いますと言います、気になりますよ、10年ぐらい前の話なんでもう言っちゃうんですけど、身長を伸ばす手術、まあ、イリザロフ法ってやつなんですけど、それをですね受けてたんですよ、元彼が。両足にこう傷があって左右対称に、で、まあ、それはですね本人から聞いたわけじゃないんですけど、でも絶対そうなんですよ。であとは彼と付き合ってる時に何回か入院してたんですよ。胃関節って言って、やっぱりあの身長伸ばしちゃうとその1回切断した部分の骨が多分弱くなっちゃう、なんか階段からちょっと足くじいて、でそれでなんか骨折しちゃうっていうのを2回やってて、なので多分そういう弊害もあるじゃないですか。そうなので身長治療すごくいいなって思うので、めっちゃ自分の子供とかにもやらせたいなって思っちゃいます。そうですね、はい、今のね手術のやついわゆる大人にやってから伸ばす方法ですね、はいはいはい、私がやったら大人になる前に伸ばしましょうって言ってる、そこがね違うところで、大人とか手術ってやっぱなかなか大変な部分もねやっぱりあるのかなと、先生のお話聞いててもよくわかると思います、はい、治療に関してなんか質問とかあればぜひね、あの視聴者を代表してという形でしていただきたいんですけど、いかがですか。したいです、はい、予算とか考える上で、いつぐらいまで続けなきゃいけないのかなみたいな、はい、まあ、このままいけばもう目標身長にいけますよっていうところでやめるのか、もしくは目標身長がやっぱ高ければ高いほどいいだったら、まあ、コストはいくらぐらい用意しておけばいいのかとか、そのやめ時と予算のなんかそういう競り合いみたいなのってどうやって決めてんのかな。すごくあのいい質問だと思います。でまず1個大事な事実があって、1つはですね成長ホルモン治療で1年目は一番治療効果が高いんです。なるほど。で2年目は残念なんですけど、1年目大体半分ぐらい一気に落ちるんです、なのでまず1年間はほぼマスト、今度じゃあ2年目を受けるかどうかに関して言うと、基本的には目標身長によります。で初心者の時点で私の方で、あなたのお子さんは大体何センチから何センチ、例えば168から171センチになりますよというふうにお伝えします。で、それ1年間治療を受けていただくと、1年間終わった時点でもう一回私予測し直してます、で例えば170から174ぐらいになりますよという説明をしたら、で例えばそのお子さんが将来の目標身長が169であれば、もうおそらくそれは達成できるというふうに思いますので、それで治療終了してもいいんじゃないでしょうかって説明になりますし、逆にやっぱり174とか175を目指しますよってことであれば、1年目より効果は落ちますけども、それでもやりたければどうぞやってくださいっていう説明になってきますので、なるほど、まあ、そういうふうにして決まってきます。でただま
まあ、1年目の半分というふうにお伝えしたんですけども、うん、2年ぐらいは効果が高いという論文も結構ありますので、まあ、一応多くの場合推奨というのであれば、まあ、2年ぐらいだと治療効果もあるし、うん、まあ、費用対効果もそういった意味で悪くないんじゃないかなというところで、まあ、よく言うのはまあ最低1年推奨2年というふうな表現をさせていただきますね。じゃあ4年5年やったらあんまり良くないんですか？全然良くないってことは全くなくて、それその分だけ伸びるんですけど、どんどんその診療効率というか、費用対効果が落ちてくるので、まあ、そこは毎回皆さん十分ご理解いただいてっていうところですね。私の経験上ですけど、正直で 4,5 年やる子供たちのお父さんお母さんたちはいわゆる超裕福な人で、はっきり言ったらお金に気にしてない人が多いような気がします。なるほどなるほど、まあ、やっぱり予算をしっかり考えている方って関しては、まあ、1年から2年ぐらいの方が多いと思います。子供の気持ちがどれぐらい生きてるのかなっていうのが気になります、でそこに関してもですね、今思ってることとしては、やっぱりお母さんの意見が圧倒的に大事なんです。そうですよね。でそれは受験かなというふうに思うんですけど、大体成績のいい子供って大体お母さんがそもそもお受験ママ、学校でもそうですよね、東大って意味あんだみたいな、ね、そういうふうに思うのと一緒で、身長高くて意味ねえじゃんとかっていうことを子供思っちゃったりするんだけど、それが社会的に結構意味のあるものだったりとかするっていうのは、大人の皆さんにあればよくご理解いただけてます。なるほど。それではお母さんがまずリードしてください、結構お母さんによっては子供にあなた何センチになりたいのとか、あなた治療受けたいのとか結構説教を聞く方もいて、それはもちろん悪いことじゃないんですけども、そこはむしろやっぱお母さんがしっかりリードしてあげてくださいねというふうにお伝えすることが多いですね。そうなんですね。勝手なイメージですけど、最近ってこう子供でも一人で YouTube 見たりとか、TikTok なんかこうやってやってる幼稚園生とかいるじゃないですか、その中でこう田辺先生が出てきて、身長僕も高くしたいみたいな感じになって、に言ってで来るみたいなパターンはじゃ今までないってことですか？いやいや、そういうのもたくさんいますよ。あ、そうですか。ただ、そこに関して言うと YouTube に関して言うと閲覧者は子供も多いですよ。で半分ぐらいは子供で半分ぐらいは大人ってところで、ちょうど二方線に分かれてるんですね。意図的にですけど、最近は少し大人向けの内容を多くしてますね。なので、まあ、そこは難しいところですけど。なるほど。ただやっぱお子様主導でいらっしゃる方も多いです。私の経験上ですけど、お子様主導で来た人は大体治療しません。ああ、なるほどね。はい、あんたこれで先生の話聞いてよかったね、新潮先生会えたでしょってところで、お参りに行って終わりみたいな感じで、はい、無理だ、これで終わっちゃいます。興味のあるお母さんからするとさ、何万円とか何十万円って払ってるので、ね、子供の身長伸ばすぐらいだったら、ジュグリも入れてやろうかなというか、確かに、まあ、水泳教室も入れてやろうかなとか、まあ、そういったの価値観に変わるんじゃないかなというふうに思いますね。なんか美容も確かに、お母さんに連れてこられた人は絶対にやってきますもんね。どういう例なんですか、それって。やっぱり二重が多いですよね。それはやっぱお母さんもコンプレックスというか、なんていうか、その代わりにコンプレックス。毎日こう朝二重を作ってるから。アイプチでみたいな感じですよね、時間もったいないし、うまくいかないと機嫌悪くなるしとか、そこに似てるかもしれない。似てますよね。田辺先生がやった治療で感動ストーリーみたいなのってあるんですか？超あるあるなんですけど、やっぱり保険診療しかやってない病院でずっと見てて、で結局保険診療だから何もしないというか何もできないというか、ずっと経過だけ見てたっていうことで、でその前行くと何センチなんですかって、160センチになりますっていうことで、男の子でね、そういうふうに言われてた。でもお母さんがすると160センチ困るんだけど、だけどお医者さんからすると160センチでいいじゃんっていうところで、そこがその自由診療じゃないので、そのギャップがあるんですよね。だからそこずっと悩んでる方がうちのところに来ていただいて、それ167とか165とか168とかにしてあげると、それはもちろん喜んでもらえますね。本当に先生も来てよかったというふうに言っていただけます。やっぱそういうふうにして、まあ、他の病院で治療できなかったけど治療ができたっていうパターン、まあ、それは先生とも同じだと思うんですけど、まあ、それはやっぱりあるあるの感謝かなっていうところですね。なるほど。なんか自費診療ってやっぱりそのお客さんのその最後のフィードバックのお声をもらった時に、私すごく幸せだな、やっててよかったなって思うので、なんかそこをどういうふうに感じてたのかなって知りたかったんですよね。そうですね、まあ、けど本当にそういう声もありますけども、シンプルに身長伸びてるデータ見るだけで私は興奮しますね。それ確かに理系ですね。数字が好きなんでしょうね。そうかもしれない。数字でこう実際伸びてるの見ると、本当にその自分でやっておきながらすごいいい治療だなって思ったりしながらニヤニヤしちゃったりしますね、はい、あとじゃあちょっと身長に関してちょっとするかもしれないんですけど、GH ホルモン、成長ホルモンを美容目的で打ってみたいなって私も個人的に思うし、最近私のお客様で20年間 GH ホルモンを打ち続けてるっていう方がいらっしゃったんですけど、50歳なのにめっちゃくちゃ綺麗だったんですよ。私もう30前半ぐらいかなと思ってカウンセリングしてたら50って書いてあって、50ですかみたいな、すごかったので、その辺の美容的効果に関してもちょっと伺いたいなと思って。そうですね、まず成長ホルモン
モンなんですけども、うんうん、ピークが大体なんですけど10から13歳ぐらいがピークになりますね、うんうんうん、まあ、そこからまず落ちていって、まあ、20歳になると、うん、20歳一つの基準値とするならば、うん、20歳から40歳にかけて約半分、うん、40歳から80歳にかけて約半分になってます、うん、なので大体ですけど30歳ぐらい過ぎてからはもう一応成長ホルモンの、まあ、投与の適用になってきます、うん、まあ、アンチエイジング目的なので、じゃあもう本当にその人は30からやったって言ってたんで、あ、その人はすごくレベルが高いと、うん、レベル高いって、投与する量なんですけども、うん、例えば身長を伸ばす子どもの治療だ と、一番最後だと1日あたり 2.0mg っていう量ですね。ただ、うん、アンチエイジングの場合だと最大量でも大体 1.0mg ぐらいだから、まあそれの半分ぐらい、うんうん、多くの場合だと 0.5mm とか 0.4mm、うん、0.6 って言ってます。そうですね、それぐらいですね、うんうん、最大で 1.0、まあ、少なくても 0.34 からぐらいで打つので、まあ、その方は 0.6 だと思うんですけど、まあ、それぐらいで打つっていうところですね、うん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 、なので費用に関して言うと、まあ、大体なんですけど月額で言うと7万円ぐらいから10万円ぐらいかなというところですね。超積極的に打つと15万円ぐらいするのかな、うん、あとはまあどれくらいその成長ホルモンの値を上げていきたいかと、まあ、それ採血見ながら調節していきます。上がりすぎは良くないんですか？そこも難しいところで、骨が伸びたり、そうです、おっしゃる通りで、うんうん、いわゆるその末端肥大症って呼ばれるようなことあるんですけど、うんうん、それをやるときってですね、もう成長ホルモンにとんでもない量入れないとならないので、それ現実的にはそこにはならない。そういうこと、例えばさっきお伝えした 2.0mg とかを大人でもずっと打ってると、そういうことになりうるかもしれないですね。ただ、まあ、正直 0.6mg とか、うんうんうん、それぐらいの量であればまずまず問題ないと思います、まあ、特にそのある程度5年齢が上がってくると、うん、そもそも20歳か40歳か半分になっちゃうので、まあ、20歳の時に戻るだけなので、まあ、それで問題ってことはほぼほぼないかなと。へー、そうなんだ。え、打ちたくなってきました私の主治医としてお願いします。ぜひ。私も一時期打ったりとかもしましたけどね、うん、結構なんでやめちゃったんですか？ちょっとやっぱ面倒くさくなっちゃったかななるほどなかなかやっぱ面倒くさくなっちゃって、自己注射で毎日やらなくちゃいけないので、うん、やっぱそこは少しなかなかハードルが、うん、でお子さんでもそのやっぱりそこね、あのハードルある人いらっしゃいますよね。まあ、じゃあこんな感じかな。はい、はい、ということで今日はね、あの増田先生の方に来ていただきました。これからもね、身長に関することで全身全霊で配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。バイバイ。